ビロー。どうかな、さっきの三角みたいな光出ますかね。だから真上からっていうか夏の高い位置から日が当たると、はい、真夏の南中、はい、夏至です、夏至の日の、夏至の日の、だいたい80度ちょっとあるんですけども、うん、その高さに来た時に、高さから光が来ると、きれいにさっきの大きな、さっきの三角のが見える、形になるんです。見える、不思議、どうやって三角に見えるんだろうね。ここから上を見上げると、もうここにこう頭をこうしてみると、うん、三角に開いてるんですよ、ここ。こんなって見えないでしょ、三角に開いてるっていうのは。見えない。この辺とね、この辺と、うん、この辺で三角に開いてるんです。下から見ると三角に見えるんだ、ね。だから下からカメラで撮ると開口部が三角になってます。あ、すっごい三角になってきた。だってとんがりが。でそこにうまい具合に光が入って、これによって三角を作ってるんだ。さっきの三角形を作るんです。この石はね、うん、東側にあるから、うん、お昼前の光は入らないんですよ。あ、で太陽こんな風に来るでしょ、うん、そうすると12時を過ぎたぐらいに入り始めるんですよ、うん、だから三角の光っていうのがいきなりポッと現れるんじゃなくて、うん、小さな三角形が初めにできるんです。でだんだんこの石を越えて太陽が差し始めると、うん、少しずつ三角が大きくなる。うわ、徐々に徐々に演出効果もちゃんと考えられてたんだ。ね、そうですね。ね、でそうするとさっき三角を見えたところを通り過ぎると、うん、三角の光っていうのはですね、北側の方に動いていくんですよ、うんうん、そしてその石から降りてしまう、うん、そして、まあ、消えてしまう、うん、そういう風な三角ができる作りになってるんです。すごい。で、ね、この話をするとね、みんな夏至の時だけ見えると思うんですよ、みんな、うんうん、で未だにそう思ってる人がいるんだけど、うん、夏至の日は一番綺麗に見えるんですけれども、うん、実際には4月の半ばぐらいから8月の後半まで、うん、どこかで見える、その石のどこか、うんうん、差し込む場所は変わってるんです、うんうん、だって太陽はこんなんな、これで夏至が一番高かったんだけど、うん、だんだん下がっていくので、うん、光の差し方が変わってくるんです、うん、だんだん、西の方へ、うん、それで、120日間ぐらいをこの石の上に乗って、うん、その三角ができると。出してたらそのまま忘れてきちゃったでも内田さんが持ってるから安心してきた。あ、ちょっと待ってください、こっちの方が内田さんのより明るいかも。あ、そういう方がスポット的かも。あれ、今一瞬三角に見えた、うん、一瞬でうまく止まれば三角。あ、でもちょっと三角っぽくなってきた、うん、やっぱりそれぐらい激しい日差しの日に現れるんですね。強い光の季節になると、あ、三角に今なったよね。三角でしたね、今。あ、三角あ、なってますね。三角になりましたなんか本当に三角現れた。すごい、すごい。これが太陽の光でやると強烈なのができる。うわー、すごい、よくこれ見つけられましたね、その三角印。これね、松永さん見つけられたんですか、三角、まあ、発見者。そういうことになってるんですけど、わ、ヒントはね、うん、話長くなっちゃってる。どうぞ。金山巨石群っていうのが岐阜にあるんですよ。岐阜のゲロというところに、うん、ゲロ温泉とか、ゲロ温泉の近く、うん、そこで、うん、そこに行った時に、こういう形じゃないですけど、やっぱり光が入っていろんな形ができるとか、うんうん、太陽暦の観測ができるんですけれども、うん、拝み返しもああいう風な石組みになってれば、うん、できるんじゃないかというので、うん、4月頃から貼ったんですよ。張り込んだ。あ、毎日じゃないですよ。こう来てみて、張り込んでたら、お昼来て、したら6月の20日の日にめっけたんですよ。うわ、すごーい執念で
いや、ありがとうございます。見つけていただいて、三角がやっぱり、あんだけ三角をね、さっきの石も三角やってるってことは、ここに三角あったらもう強烈なつながりと強烈な意図的な何かを発してますよね。もし、もし今日はうまく三角取れなかったけど、うん、もしあの本物と偽物を並べた絵がご入り用であれば差し上げます。うんうん、あ、じゃあください。前に撮ったのがあります、ね。あ、ぜひお願いします。本物偽物、本当の夏の光でできた三角。本物の夏の光と、うん、なんちゃって夏の光が並んでる写真があります。うんうん、確実違うんだ。似てますよ。似てます。僕もね、いきなりどっちって言われて見せられたら、どっちが本物かわからない。ちょっとそれはじゃあ偽物の方が少し色が白っぽい感じ。あ、手の大きい石をどれにして流れる。いや、だって大きいって言ったらですよ、うん、大阪城の石だって相当なもんじゃないですか、うん、でちょっとした工夫なんですよ、きっと。だからなんかだね、軽々動かせる人たちじゃなきゃそんな細かい細工で考えられないでしょ。独立してて僕はね、やっぱりあの音、うん、音だと思うんですよ、ね、音波音の力でしょ、音の振動でしょ、うん、いや、賛成。むっちゃそうだと思う。あのね、うん、エジプトの、うん、あの神様の杖って、うん、先がみんなこんなになってるの分かります？あ、神様が持ってる、手に持ってる杖。あれね、音叉だと思うんですよ、僕。あそこから音が出んの。音波みたいな。振動が出る、うん。それで石も軽々浮いちゃったりするとか。そこに結びつけるのが大変。証拠がないけど、でも想像するの勝手だからいいじゃないですか。そこに行っちゃうと、うん、もうエジプトの謎が解けちゃう。だっていまだにピラミッドの謎解かれてないですからね。やっぱりね、常識的に考えるからですよ。今の私たちの人間の基準で考えるからです。そう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 。だからそうじゃない、もっと基準があったってことだから。今みたいな話もね、あのバカバカしいと思わずに、うん、そうかもしれないと思うと解けると思うんです、うんうん、ですよね。いろんな可能性は考えてみた方が楽しいですよ。あれ、あの一度あのエジプトの神様たち の、 あの、うん、持ってる杖の先、ま、うんうん、っすぐなのもありますけど、うん、大抵ね、こんなになって、二股になって、二股に分かる。その二股によって何か、その二股って、あの二股の形って走ってるのかな。二股の形って、まあ音叉はそうですよね、うん、それとそうなんだ。エジプトでいろいろ加工してますけど、うん、穴をきれいに開けてるのがあるんですよ、石に穴がきれいに開いてる。あの、うん、今でいうそういう機械で、うんうん、ボーリング機械で穴を開けて、うん、だからああいうの重さだったら開きそうな気がする。え、この辺は編集しておいてくださいね。あいつは変なやつだと思われるから。いや、でもほら、様々な可能性。でも、もう残り少ない人生だからいい。でも確かにこの間テレビで見たのは、音のある周波数の音のやつでピンポン玉が上がってる研究、私この間テレビで見ましたから。ね、だってあの思いつかないんですよ、それ以外に、うん、だってピンポン玉上がるってことは、なんかもうちょっとやれば石ぐらい上がるかもしれないってことですよね。もうね、宇宙人が来たとかね、あんな話よりよっぽど好き、うん、なんかすごい出方慣れてますね。どうぞ。いや、お先どうぞ。これ撮影して最後に出ますよ。みんなの出方学んでから出ますよ。私はここに1週間ぐらい夜にね、うん、ずっと泊まっておったんです。本当に？本当ですか？おお、NHK いたい？NHK と一緒に。取材で？うん。あの、もうそしたら雲ばかりいた。雲ってから、ね、お月さんをね、お月さんの明かりがね、うん、ここにも入ってきたと。あ、月明かりも関係してるかもしれないってこと？うん。出てきた。太陽のだけじゃなくて、うん、月も関係してたってことなんだ。12月にね。そうかったんですよ。いや、それは素敵な話じゃないですか。してね、やっぱりね、銀色だった。銀色だね。今から12放送局に回るね。お、上手な。楽しかった。で、パワースポット大事っていう。何の形？雲？いや、わからないですけど、要するにこういうのがところどころあって、まあ、こういうのって自然にもできうるんですけども、いるけれどってことですね。要所要所にこう一個ずつあるっていうのが、どうしたもん、どうしたもんかなっていう。松永さん、一応やろうか。うん、はい、ここ。そこにもあるの？これは全部、これ排除結晶、これがへこみが繋いであるとこ。これはその筋は何か意味あるんじゃないですか、うん、これは昔の、はい、あのここをお祭りしてた時の、うん、
星座じゃないかと言われる。星座？星座の。あ、星の夜空がこれこういう風になったんじゃないかって。ほら、ここ仲間でほら掘ってあるでしょ。掘ってある。そこのとこもね。で、ここが立っておった時に、お祭りはここで しとった時の星座の跡じゃないかと。星座ね。ほら、それ聞いた。それの星、ちょっと星空に見えますもん。そう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 、これ繋いで。こう仲間で取ってあるとか不思議、うんうん、これ多分なんか載せたんじゃないかと思う、うん、ああちょっと祭るっていうか何か捧げ物を載せたりしたかもしれない、うん、この三角をねまたさへこみ三角になったへこみだけどこれねちょっと覚えててください、はい、これと同じものが上にあります本当まあここは夏なんか上で昼寝すると気持ちがいいそのために登るんですか。ああ別にそこに足掛けて、うんええ、あとはあの